残すのみとなってるかなと思います。ですね、フリーダム入場してください。少々お待ちください。すいません。今回、私たち、お届けします作品はですね、三重県が誇る世界遺産熊野古道、そこに伝わるですね、ヤタガラスというですね、伝説の鳥があるんですけれども、それを、題材としたテーマで、演舞させていただいております。随所にですね、そういったような熊野古道を彷彿させたりだとか、そういったような伝説を、イメージしたような構成、作風、そういった風になっておりますので、ぜひともそのあたりを皆様に感じていただければと思います。長くなりました。さあ、それでは今日最後、そして、最高の演舞皆様にお届けいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。これは時代を起こす旅の始まり。